こんにちは、かけむです。今日はちょっとあのスターバックスさんの高いコーヒーなんですけれども220円したと思うんですがあホワイトモカウィズメープルっていうコーヒーの動画ご一緒にご覧いただきたいと思いますスターバックスホワイトモカウィズメープルですねメープルシロップ入りということですよねえー、っとこちらの方にコーヒーの説明記載ございます ちょっと赤文字ベースで読みづらい、見づらいですよね、すいません。原材料名読み上げます。生乳50%未満、乳製品、砂糖、コーヒー、あとは香料に pH 調整剤とカゼイン NA と乳化剤ということです。あとエネルギーの方は、1本あたり1 4 8キロカロリーですね。 はい、えー、こちらがスターバックスさんのホワイトモカウィ,ウィズメープルですね。の中身です。ミルク多めですね。えー、モカのコーヒーなのでちょっと独特のこう風味があって、えー、あとメープルシロップの味がするのでしょうか。それでは味の方をチェックしてみたいと思います。うまいですうまいんですけどちょっと苦いです。あのー、最初 これストローで飲むよりもあのコップに移して飲んだ方が絶対いいと思うんですがすごいメープルシロップの独特のいい香りがしつつも飲むとあの牛乳多めにもかかわらずーコーヒーのモカ味ですよね、えー、ん酸味渋みあ何やろうなんか独特のビターなコーヒーの顔、えー、テイストがあるんですがあの苦いパンチがきます、えー、なのでそうですね んですけれどもコーヒーのあの、えー、テイスト独特な苦味、えー、風味も楽しめるっていう感じでしょうかちょっと大人味ですよね、えー、ちょっともう一回チェックします。 さすがスターバックスさんっていう感じでしょうか？とりあえずメープルの風味がすっごいして甘いんですけれども、コーヒーの苦味と酸味はあの全部生乳とかその辺の甘みで消されるんですが、あのモカの苦味のパンチがなかなかよく効いていてすごい。あのー、まあ、やるなっていう感じでしょうか。ただ、大人味は大人味ですね。ちょっと苦味が。 残ります、口の中に。なので、コーヒー好きの、甘いコーヒー好きな方におすすめではないでしょうか。とっても美味しいです。ちょっと高いんですが、それでも簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。